おっしゃ、来た来たよ。うわぁ、でかい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 。よっしゃ、これはバラしたくない、バラしたくない。よっしゃー、はーい、二日目もね、なんだろう、リアクションダウンショットを助けられました。お腹ポンポコリン。おはようございます、釣り子 TV です。はい、ここはどこかというと、アングラーズお店前。いやー、なんでこんなところにいるのかというと、ちょっと琵琶湖で攻めるところをね、変えていこうっていうことで、自分はですね、昨日大きいのが釣れた沖島に一人で行き、で、別チームはですね、南湖の方をうろうろといろいろとおかっぱりで探っていくっていうね、こういう話になって解散したんですけども、なんとなんとメジャーをね、なくしてしまって、琵琶湖、もうメモリアルフィッシュ釣れるかもしれないじゃないですか。というわけで、1時間ね、車の中探してメジャー発見できず、それで、まあ、9時の、便を逃し、そして10時になったら、どっかホームセンターかどっかでメジャー買おうと思って、まあ、10時15分の沖島行きの便を逃し、もうだったらもうちょっと釣り具屋さんに行って、ね、メジャー買うべやっていうことで、こう、メジャーをね、買って、これで60アップが来ても大丈夫っていう、今ね、こういうとこなんですね。で、そうするともう沖島って次午後の便じゃないと渡れないので、もう開き直ってね、動画を撮っている次第なんですが、今回ね、これメジャー、あ、これコンパクトでいいなぁ、ね、買ったのと、はい。で、ダメですね。アングラーズなんかに来ちゃうと魅力的なルアーがもうたくさんあって、お金がいくらあっても足りないんですけど、これだけ買ってみました。はい。これね、ジャッカルの、ジミーヘンジってやつか。これ初めて買ってみたんですけど、昨日あのね、サイコロラバーでね、いいやつが釣れていたっていう感じで、まあ、自分も釣れて、で、1700で、一緒に行ってたマルちゃんは、3キロオーバー。ね、こちらの動画もぜひご覧いただければと思いますが、で、サイコロラバーね、なんか、東京、関東だとね、結構売ってるんだけど、全然ね、こっちもう全部売り切れちゃってましたね。で、これなんか似たような作用というか動きしてくれるんじゃないかなと思ってね、ジャッカルのジミーヘンジ買ってみました。まあそんな感じで、物は揃ったので、ちょっとね、まあもう開き直って、すき家でも食べて、そんでね、午後から、釣り場に渡りたいと思います。このね、冷たそうな雨降ってますが、今気温はね、6度。さっきね、道路の表示見たら4度とか出ていたんでね、しっかりと防寒とカッパ着込んでね、そんでもって、でかいの目指して引き続き頑張りたいと思います。という感じでやってますんで、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。アングラーズ。もうね、ここね、とりあえずもう半日ぐらい行っちゃいそうなんで、買い物買ったんで早く移動したいと思います。それでは。なんか違う。なんか違う。買ったこれ試してみるか。リーダーは眺めがいいんだよね、確か。うん。よいしょ。よいしょ。ほい。ここにつけんだろうな。抵抗を大きくするんだったら
ちが真正面に来るような、いや、なんか違うな、え、むずいな、これ。こん、わかんない、こういうてゴーテン、アナグラム、アナグラム進化ってみるか。よいしょ、よいしょ、ベイトでリアクション、こんな感じの組んでみましたよ。これで2ジャークでやったらどうかな。隙間はロックがガビガビしすぎてるからな。むずいん、マジか、すげえな、付け方あれで合ってたのかな。でも食ったよ、そこの結構そうだったな。いやでもロックが激しいから今みたいな感じでちょっと釣れないかもな。
ということで重りを5グラムのシンカーにして、飛びは全然これで OK だから、いやロックじゃなければな。初のワンバイト、よいしょ、移動します。地味返事、来たか。マジ走ってる、やべえな、地味返事、おー、でかいぞこれ、バラせねえな、魚だ魚だ、タンの準備して、ちっちゃかったちっちゃかった、よいしょ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 、はーい、2匹目。ちょっとね、小ぶりだけど、初めてこれね、ジャッカルのジミーヘンジ、地味返事だよな。さっきね、アングラーズで買ってきたのは、ね、これのベイトのリアクションダウンショットで、7グラムシンカーでね、ちょんちょん、ちょんちょんってやってたら食いました。イエーイ。地味返事バス。いや、最初すげえでけえかなと思ったら。まあでも、まあ、タクラはこんな感じで、メタニウムのエクストラハイギアに、ロデオクラフトのホワイトウルフのね、8ポンドクラス。これ大好きなさをね。この組み合わせに、ダーン、ビワコバース。38ぐらい。でもね、ありがたい。じゃあ、引き続き頑張ります。はい、
というわけで、ジャッカルのこれ、ジミー返事すごいね。まあ、サイコロラバーリスペクトって感じのルアーじゃないかなと思うんだけど、いやー、このね、今回はこっちの平たい方にマス針をつけて、こう、パッパって抵抗を受けるような感じでやって、こっちはな、お尻なのかな？謎のルアーですけど、釣れちゃったんで、いいね。はい、というわけで、引き続きやっていきたいと思います。地味返事？イエーイ。